皆さんこんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学総合政策学部の2010年の英語の問題から大問一度内容4択問題について解説していきます。まず21番なんですが、第一段落によると、子育ての専門家は何々をする傾向があるということなんですが、まあ、段落の指定があって、どこを見ればいいかというと、まあ、第一段落のまあ5文目であって、まあ典型的なまあ子育ての専門家というのは、まあ、他のまあ分野のまあ専門家と同様、まあ自分自身を自意識過剰のように、まあ、自意識過剰、自信過剰のように、まあ、見えがちであると、まあ、見せがちであるということなんですが、まあ、これを踏まえるとまず2番、子育てに対する論争をするときに優柔不断であるということなんですが、まあ、逆に優柔不断じゃなくて、まあ、自信過剰であると書いてあるので、1番は不適切と。で、3番なんですが、感情は論理的な理論に反するので、大衆の感情的な面を、まあ、無視するということなんですが、まあ、まあ、文章のまあ後の方になっていると、まあまあ、専門家の人たちが、感情を、まあ、逆に引きつけて、自分の、まあ、意見、自意識過剰によってできた、まあ、出来合いの理論というものをあたかも、まあ、説得の力のある知恵のように、まあ、見せようと、まあ、図太く振る舞うというような展開があるので、これも3番も不適切と。で、4番なんですが、まあ、世間に受け入れられたいので保守的な考えを打ち出すということなんですが、保守的な考えかどうかということは書いていないので4番も不適切ということで、21番は2番、世間の注目を集めるために子育てに対する自分の意見をしっかりと主張するという、まあ、頑固に主張するというのが正当となりますと。でもって22番に、まあ、行くんですが、22番は、まあ、第3段落ではホワイトノイズという表現が、何かの比喩にとして、使われているということなんですが、まあ、ホワイトノイズというものに対して、まあ、第3段落の、まあ22番のホワイトノイズというのがあって、第3段落のまあ4文目があって、でまあホワイトノイズというものがあって、まあ、専門家によってまあ作られたまあホワイトノイズというのは、友達の親、まあ親、子どもの、まあ、友達の親によって、まあ、作られた、プレッシャーは言うまでもなく、まあ、それ以上に、まあ、専門家による、まあ、ホワイトノイズが、まあ、圧倒的なものになってしまい、押しつぶしていって、まあ、親は、自分で考えられなくなってしまう。いうことで、まあ、要するに、まあ、いろいろなまあ雑音だったりプレッシャーといったものによって、まあ、考えることや、まあ、思考判断がまあおかしくなってしまうということなんですが、これを踏まえると、何が妥当かというと、22番は、2番、意見のような多様な意見の、滝のような流れというのが、正当となりますと。持って23番に行くんですが、23番は、まあ、第4段落で述べたモリーの両親の家庭のケースによれば、どれが正しいかということなんですが、まあ、モリーの母親の家庭のケースというものが、まあ、どれかというと、まあ、この第4段落であって、
で、モリーの親の家庭のケースというのが何かというと、まあ、モリーという、まあ、8歳の女の子がいて、その両親もいたと。で、友人のエイミーとイマーニというのが近くに住んでいたところ、まあ、エイミーの家には、まあ、拳銃が置かれてあって、危険だから遊ぶのをやめさせたと。で、一方で、イマーニの家で、遊ばせていたところ、まあ、イマーニの家には、まあ、水泳プールがあって、庭のプールがあったと。ただ、まあ、このような、一見賢明そうに見える選択であったけれども、それは賢明ではなかった。どうしてかというと、まあ、実際には銃で亡くなる子供よりも、まあ、溺れて亡くなる子、プールで亡くなる子の方が、まあ、多いと。で、実際統計で、まあ、全体で見ても、まあ、ここの文章に書いてある通り、プールでは、まあ、1万人に1人が亡くなる一方で、銃で亡くなる人は100万人以上で1人だと。だから、イマーニの家で、まあ、水泳で、まあ、泳いで溺れて、事故で溺れて亡くなる方が、まあ、エイミーの家で、まあ、銃の暴発で亡くなるよりも、まあ、可能性としては100倍以上高いんだということなので、これを踏まえると、まず1番、彼らは銃のある家はプールのある家ほど危険ではないと考えたということなんですが、彼は、逆に、銃のある家の方が、まあ、プールのある家の方が銃のある家よりかは危険ではないと考えていたので、1番は不適切と。で、2番、銃の怖さを教えるためにイマーニの家で遊ぶように言ったということなんですが、逆に、エイミーの家では銃の怖さを教えるためにエイミーの家では遊ばないようにと書いてあったので、2番は不適切と。で、3番、エイミーの両親が誤って銃の引き金を引いてしまうのではないかと考えたということなんですが、まあ、銃の事故が起きるかどうかということは書いてあっても、まあ、エイミーの親が、まあ、銃の引き金を誤って撃つというような具体的な描写は書いていないので、3番も不適切と。ということで、23番は4番。統計学的に見て、あまり賢明な選択でとは言えないというのが正答となりますと。でもって、24番に行くんですが、24番は、本文によると、次の記述のうち正しくないものはどれかということなんですが、まあ、これ、ノット問題なので、まあ、適宜選択肢を、まあ、本文から照らし合わせて、消去法で解いていくということになるんですが、まず1番、病気で死ぬことよりも変わった死に方を怖がる人の方が怖いということなんですが、これに対しては、まあ、ライナー段落と第8段落あって、まあ、サンドマンという、まあ、リスクコントロールの人がいて、まあ、リスクコミュニケーションコンサルタントを、まあ、自称しているサンドマンという人がいて、まあ、サンドマンという人が、まあ、狂牛病を引き合いにして、狂牛病というものは、まあ、とても怖くて怖いけれども、まあ、起こりうる可能性は、まあ、少ない。一方で、まあ、食中毒の拡大というものがあって、食中毒というものは、まあ、ありふれたことだけども、怖がらない、怖がらせないものであると。で、このまあ根拠というのが何かというと、まあ、食中毒などはまあ自分で、まあキッチンなど、まあ、部屋をきれいにすることによって防げるけれども、まあ、狂牛病のプリオンというのは得体が知れなくて、まあ、制御しにくいものであるから、まあ、コントロールできないと。で、これに対して、飛行機と、まあ、車の運転も同じであって、まあ車の運転は、自分で、まあ、運転しているから制御、危険かどうかは自分で制御できるけれども、飛行機は、まあ、自分で運転していないから、まあ、外的なものに、外的な要因に、まあ、左右されると、さらされてしまうというようなことだとで、これを踏まえると、まあ、1番は不適切と。
除外と。で2番、銃撃の事故よりもプールの事故で死ぬ、子どもの方が多いと書いてあったんですが、これに対しては、まあ、前先ほど23番で見た文章ので書いてある通り、プールでの死亡事故の方が、拳銃の死亡事故よりも、まあ、確率的に高いと書いてあるので、これも、除外と。で3番、時間あたりの死亡率から考えると、車の運転と飛行機の運転は同じぐらい危険であるということなんですが、これは、第9段落の、4分目で、まあ、飛行機で、死ぬことと、自動車や、まあ、飛行機で死ぬことというのは、まあ、イコールであると。まあ、死ぬ確率は、まあ、イコールであり、実際には、まあ、2つの、まあ、機械による、まあ、死亡というものは、死につながる可能性というのは、同じぐらい高い。まあ、場合によっては同じぐらい低い、まあ、死ぬ可能性はそんなにまあ低くないし、まあ、比率的にはどちらが多い少ないではなくてまあ同じぐらいであるということなので、まあ、3番もまあ除外ということで、24番は4番、チャイルドシートと、車内の子どもへの配置の両方が、同じ数の子どもの命を救うということなんですが、まあ、正当になるんですが、これについてはまあ11段落のまあ5分目で、まあ、しっかり11段落の子供をまあ事故から防いだのはまあ前方座席に座ることではなくて、まあ後ろにまあ前方座席に座ることを防いだからまあ安全が生じたのであって、まあチャイルドシートを買ったことで安全になったわけではないということと、まあ予防策、まあプールの事故での予防策によって、まあ、予防策を講じることによって、まあ安全な、子ども向けのベッドだったり、チャイルドシートよりも、まあ、効果的にかつより多くの命を助けることができるというような、ことを書いてあるので、24番は、4番は、両方が同じ数の子供を救うというのが間違っているので、24番は、4番が正当となりますと。でもって、25番に、行くんですが、25番は、著者の、子育て専門家に対する、姿勢を表すのに最も適した形容詞のセットは次のうちどれかということなんですが、この中でまあどれが組み合わせがあるかというと、まあここの文章でこのまあ四角に囲んであったまあ第一段落の5分目からまあ最後の方までなんですが、まあ子育ての専門家というものが、まあ、自信過剰に見せつけていき、まあ、一方的な意見
を、まあ、押し付けてしまう。多角的に見ることなく一方的に押し付けてしまい、それによって、もって、それがなぜかというと、まあ、遠慮や、まあ、曖昧なものを曖昧なことを言う、専門家というものが、まあ、注目されない。でもって、まあ、ずぶとくならなければならないと。専門家はずぶとくならなければならない。そして、大衆の、感情というものを引きつけるために、まあ、自意識過剰でずぶとくならなければならないと。そして、一つの感情、まあ、恐怖というものが、他の、感情よりも、まあ、勝ると。で、狂牛病や乳幼児の突然死、鳥インフルエンザのように、まあ、そのような怖い、まあ、事態、恐怖の事態において、専門家の、意見に、まあ、頼り損なうことはできないと。まあ、無視できないと。で、これは、おじいさんが、まあ、小さな子供に、まあ、怖い話を聞かせて、まあ、怖がらせないように、怖い時に、まあ、その怯えてる状態を、まあ、和らげようとしているのと似ていると書いてあったので、まあ、基本的に怖かったり怖いというような感情だったりするというのを踏まえると、25番はどれが妥当かというと、まあ、怖いだとか、まあ、疑い信用できないだけれども、怖くて信用ができないからこそ、まあ、相手もまあ自信満々な感情に駆り立たれる、自信満々なまあ態度を取らなければならなくなっているというのを踏まえると、25番は1番、懐疑的、疑い深い、怪しいというのが正当となりますと。ということで、26番に行くんですが、26番は、ピーター・サンドマンによれば狂牛病の脅威がどういうものかということなんですが、まあ、ピーター・サンドマンに対しては、まあ、第6段落の、まあ、に書いてあったんですが、まあ、ピーター・サンドマンの意見があって、まあ、ピーター・サンドマンというのは、ピーター・サンドマンの、まあ、狂牛病の事例をどういうものかというと、まあ、まあ、人々を、まあ、特段怖がせるけれども、まあ、滅多に起きない事例であると。で、まあ、食中毒と比較してと。で、どうしてかというと、まあ、コントロールできない、まあ、リスクだから、まあ、余計怖が、狂牛病などは怖がってしまうと。いうことなので、これを踏まえると、まず1番、食品を媒介にする病原体を、除去するために、人々が、台所を掃除するようになったということなんですが、これはまあ食中毒のことであって、まあ、台所を掃除するようになったというのは不適切と。で、2番、この病気、まあ、さらにまあ、台所をまあ掃除をすればまあリスクは回避できるから怖がっていないというところとも不適切と。
で、2番、この病気についてよく知らないため、極めて人を怖がらせるということなんですが、逆に今の病気についてまあよく知らないかどうかというよりかは、病気についてよく知らないから怖がらせるというよりかは、自分ではまあコントロールできないから、自分では制御できない要素が多くて、まあ予防しにくいから怖がってしまうので、2番も不適切と。で、4番なんですが、非常に広く蔓延しているだけでなくて、致命的であるために人々を憤慨させるということなんですが、まあ、非常に広く蔓延しているところが、まあ、滅多に起きないという箇所と、違うので、不適切。ということで26番は3番。起こりうる危険をコントロールすることができないために人々を怖がらせるというのが正当となりますと。でもって27番なんですが、27番は、まあ、本文によると、子育てに関する次の記述のうち正しいものはどれかということなんですが、まあ、子育てに対する、まあ、記述のうち、何が妥当かということなんですが、つまり27番では、まあ、子どもの子育ての専門家というものがいて、子育ての専門家というものが、まあ、間違った知識を、まあ、与えていることがあると。で、間違っててそれにゆえに、まあ、その根拠として具体的な描写として、子育ての典型的な子育ての専門家というのは他の分野の専門家のように、まあ、自信過剰にまあ見せる傾向があると。でもって、自信過剰に見せて、かつ、自分の意見というのをまあ一方的な、まあ、偏ったものだとものをまあ作り上げていってしまうと、まあ、注目を、まあ、人々の感情を引きつけて注目を浴びるためにと。で、そのためにはまあ自分たちの、まあ、出来合いの意見というものをまあ、説得力ある、意見、知恵のようにまあ変えていくことを望むためには図太くならなければならなくて、でもって、まあ、恐怖というものを、まあ、原動力に駆り立てていくと。要するに、まあ、恐怖を煽るような、まあ、言説というものを専門家が行っていくと。ただしかし、まあ、それは、まあ、間違っていることもあるということで、でその、まあ、例を挙げているのが、まあ、第4段落、モリーと、その親の例で、まあ、モリーにまあ親友のエイミーとイマーニというのがいて、でエイミーの家には拳銃があって、イマーニの家にはプールがあるところ、拳銃が危険だからとモリーの親がエイミーの家で遊ばせないようにして、イマーニの家で遊ばせようとしたところ、実際にはこれは間違った判断であって、まあ統計上は拳銃よりもプールで死ぬ子供だったりプールで死ぬことの確率の方がアメリカ合衆国では多いんだと。だからまあ間違った判断であるというふうに捉えるので、これを踏まえると27番なんですが、まあまず1番は、まあリスクを評価する上で噂は事実と同じように重要であるということなんですが、逆に噂は重要でないと書いてあるので、1番は不適切と。で2番、専門家の意見は子育ての選択において親の直感よりも価値があるということなんですが、これも、まあ、専門家の意見には間違った意見が入っているという意見と、まあ、違うので、より価値があるというところは不適切と。で3番、子どもの安全に関しては、親は過保護であるべきであると考えてるんですが、書いてあるんですが、
まあ、過保護であるべきかどうかについてはまあ書いてないので、これも、不適切。ということで、27番は4番。親は、子どもの安全を考えるとき、リスクに対する、データを、比較、検討する必要があるというのが正当となりますと。でもって28番に行くんですが、28番は、運転と飛行機に関わる恐怖の比較で言及されていないのは次のうちどれかということなんですが、まあこれまあノット問題なので、まあ言及されていたらまあ除外をするということなんですが、まあ、まずまあ1番制御要因なんですが、これはもう第7段落で、まあ、車はまあ制御できるけれども、飛行機はまあ自分でコントロールしてないからまあ制御できず、外的要因にさらされてしまうと。無数の外的要因にさらされてしまうというのがあるので、1番は除外と。で、2番、長らく接しているかどうかという要因ということなんですが、これについては、第9段落に、第9段落において、多くの人々たちが、まあ、アメリカでは、まあ、車の事故で、まあ、亡くよりも飛行機事故よりも、まあ、車の事故で亡くなっていると。で、それについては、車にいる時間の方が飛行機よりも、まあ、大抵の人は多いからだというのは真実であると書いてあるので、長らく接しているかというどうかという要因も、まあ、書いてあるので、1番も2番も除外と。で、3番か4番なんですが、4番、時間あたりの死亡率ということなんですが、時間あたりの死亡率については、第8段落の、で、まあ、言及があって、まあ、飛行機と車どちらが怖いか、実際に怖いのかというときに、まあ、何が怖いかというと死だよねと。で、死に対する恐怖というものは、まあ、限定して考えてみた方がいいと。条件を、まあ、阻めて考えてみるといいと。で、1年以内に 10% の確率で死ぬ場合と、1分以内に 10% の確率で死ぬという時の感情の違いというものを立てて、で、それゆえに、まあ、一番、まあ、怖いものを、死の怖さに対して算出できるのは、1時間以内に、1時間ベースで、死について考える時であると。まあ、1時間1分、1年でも長すぎるし、まあ、1分でもパニックを引き起こしてしまうので、まあ、1時間以内に、まあ、死ぬこと、死に対する恐怖を、まあ、計算算出することが最も適切であると。まあ、第9段落でも、まあ、飛行機と、運転と飛行機の、まあ、1時間以内のに死ぬ確率というものというのがあって、それはまあ、平等である、対等等であって、死ぬ確率は案外低いと書いてあるので、まあ、4番も除外と。ということで、28番は、3番、死のむごたらしさというのが正当となりますと。でもって、29番に、行きたいんですが、29番は、最終段落のアジェシャー・オブ・ラブの意味は何かということなんですが、これは、まあ、11段落に書いてあって、まあ、11段落というのは何かというと、すべての親が、何かしらの予防策を取っていったら、400ものまあ小さな子どもたちが毎年救われうるし、より安全な、まあ、ベッドだったり、カーシート、子供のチャイルドシートよりも、
まあ、多くの、命を救うと。で、チャイルドシートというのは、まあ、せいぜい、まあ、有益のように見えているに過ぎないと。で、もって、まあ、車の、まあ、前の方で、まあ、親の膝に、まあ、赤ん坊を座らせるよりも、まあ、後方座席に子供を座らせる方が、まあ、安全であるけれども、それはまあ、前方の方に座らせないから起きることであって、チャイルドシートを施したからによるものではない。でもって、それにもかかわらず、まあ、多くの、まあ、親というのが、まあ、チャイルドシートの、まあ、利益というものを、確認しようとして、でもって、あまりにも誇張するので、地元の警察署や、まあ、消防署に対して、すぐに直ちに、まあ、チャイルドシートを、まあ、設置するように、まあ、要請していると。で、それらのものが、愛情表現である。しかし加えて、過保護だと言われているものの、まあ、表現でもあるということなんですが、まあ、それらはというのは、まあ、警察や、まあ、消防局に対して、チャイルドシートを子どもの安全のために取り付けてもらうようにすることということなので、これを踏まえると、何が正当かというと、29番は、1番、愛を示す表方法、これが、まあ、正当となります。まあ、愛を示す方法、まあ、子供に対して愛を示す方法として、まあ、チャイルドシートを、まあ、わざわざ消防局や警察に行って取り付けてもらうということなので、29番は、1番が正当となりますと。でもって、30番に、まあ、行きたいんですが、まあ、30番では、著者が親に向けた暗黙のメッセージとして、最も適切なものはどれかということなんですが、まあ、文章全体をまあ見て、まあ、見て、踏まえてのまあ問題なんですが、まあ、まず1番、子育てに対する恐怖心を捨てなさいと書いてあるんですが、まあ、恐怖心を捨てるんじゃなくて、まあ、正しい恐怖心、何かに対しての恐怖心をまあ正しく持ちなさいという意味合い。だったので、まあ、例えば、まあ、拳銃で死ぬことが怖いのではなくて、拳銃よりも、まあ、プールでの事故の方が、まあ、死ぬ確率は高いから、プールの事故の方に用心しなさいといったような形なので、まあ、恐怖心を捨てなさいとは書いていないので、1番は不適切と。で、3番、すべてをコントロールすることと書いてあるんですが、まあ、すべてをコントロールすることはについては書いてなくて、まあ、まあ、コントロールできるリスクとコントロールできないリスクは言及しているけれども、それら全てをコントロールできるようにするとは書いてないので、3番は不適切と。で、4番、子育ての専門家の助言を信じることと書いてあるんですが、本文では子育てのまあ専門家というものは、まあ、間違った知識を教えることがあるし、まあ、自分のまあ考えや意見というものをまあ押し付けるために、まあ、自意識過剰になりやすいと書いてあったので、まあ、信じるというのも不適切なので、30番は2番、間違ったことに、怯えてはいけないというのが正当となりますと。ということで、以上をもちまして、大問1の、内容4択問題について解説を終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。